ここがストームヘイル、青銅機関の本部のある町。こんなとこまで手紙の返事を送ってくるなんて。ミントさんは相変わらず律儀な人ですね。テメナスさん、お元気ですか？こちらはようやく事件の調査が落ち着きました。教皇を思い出してたまに胸が苦しくなりますが、みんな前を向こうとしています。お手紙嬉しかったです。次は青銅機関本部へ行かれるそうですね。喧嘩とかしちゃダメですよ。テメナスさんはあの人たちと仲が良くないから。疲れたらいつでも帰ってきてくださいね。テメノスさんの明日が良きものになりますように。ミント、やれやれ、手紙でもおせっかいだな。ミントさんはしばらくは帰るまい。とやかく言われそうだ。さて仕事だ。青銅機関本部へ赴くか。建築士バドスの審問に。渋垣をつつかぬカラスたちの巣か。いつ見ても陰気な場所だ。どいてくださーい。いって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 、申し訳ありません。お怪我は？ええ、ありますよ。これは重傷ですね。あれ？テメノスさん、ここにおいでということは、建築士バドスの審問に来られたのですね。ええ、そうですよ。君は何をしているのかな？実は寝坊して遅刻を。それで急いでいたと。侵入のガクトですか、君は。では遅刻の理由は上官にこう伝えましょう。異端審問官の突然の来訪を出迎えたと。しかしそれは虚偽の報告になります。人はそうやって大人になっていくのですよ、クリック君。子供扱いしないでください。さあ、私が片棒を担ぐと言っているのですから。そういえば、なぜテメノスさんが協力的なんだ？何か裏があるに違いない。
人を疑うのはよくありませんよ。やはり僕にはできません。遅刻の罰は甘んじて受けます。ち、借りを返し損ねましたか。借り？で、建築士バドスはその後どんな様子ですか？それが、僕もしばらく完治していないんです。僕は本部までの移送を護衛したのみでしたから。本部のどこかに収容されているはずですが。では、面会を取り計らってもらえますか？どうもあそこの人たちとは馬が合わないのでね。お任せを、テメノスさん。クリック様、ご用でしょうか。教会本部から異端審問官がお越しだ。先日移送されてきた建築士バドスとの面会を頼む。お待ちを。申し訳ありません、記録がないようです。バドスという名はどこにも記されていません。なんだって？もう一度調べてくれ。何かの間違いだ。何度も確認しました。記録簿に誤りはありません。そんな、どういうことだ。クリック君、出直しますよ。君は確かに彼を送り届けたんですね。間違いありません。では聖堂機関が記録を消したのでしょう。何らかの理由によってね。そんな、ありえません。神の使いが真実を偽装するなど。ではその神とやらが望んだとしたら。なんですって、主を冒涜なさるのですか。真実は自らの目で見極めるものです。神だからといってむやみに信じてはいけませんよ。あなたって人は。君が信じるものが今揺らいでいます。真実を知りたくないですか、クリック君。機関を調査しましょう。私と手分けをして。協力してくれるなら他の記録がないか調べてください。私は周辺を調査してきます。ではね、クリック君。Thank you.
婚か。示しているようだ、この先に探し物があると。そして危険に踏み込んでいるともね。何者だ？なるほど、来た理由は察しがつく。大方、私を消しに来たというところでしょう。テメロスさん！クリック君。よかった、無事のようですね。あなたには青銅騎士がついているんですから、もっと頼ってくださいよ、神の剣を。言いますね、新人君。その風土、青銅機関のものだな。誰だ、姿を現せ。待て、深追いは危険です。しかし借りが二つに増えましたね、クリック君。いいですよ、仮なんて。首都は決別したのですか？僕は死を信じたい。でもあなたも信じたいんです。では言っておきましょう。ありがとう。さあ、先へ進みますよ。探し物があるはずです。築士バドス、なぜ？邪神ビーデのしもべの哀れな最後ですね。クリック君、調査はいかがでしたか？聖堂機関内部の記録を探りましたが、どこにも彼が来た記録は残されていなくて。なるほどなるほど。クリック君、この事件の背後には黒幕がいます。そしてそれはどうやら聖堂機関の人物らしい。そんなこのしもべは利用され消されたのでしょう。嘘だ。僕は信じません。聖堂機関が、テメノスさん、僕は何を信じれば。さてね、自分で探すことです。信じるに足るものなんてそうは転がってませんけど。あなたは神さえ信じない方です。きっと世の中すべてを疑ってかかるんでしょうね。
まあそれが仕事なもんで。僕の家は没落貴族ってやつでした。他を奪い踏み台にして生きるよう親に育てられました。でも僕はそれが人生だなんて信じたくなかった。そんな時ある異端審問官が訪れ僕に言ってくれたんです。君の心には清き炎があると。うん、初めて信じたいと思うものに出会えました。そして僕は家を出て聖火教会に入ったんです。世の中理不尽ばっかりですけど、自分の信じたことくらいは貫きたいなって。世の悪を叩き切って弱き者に手を差し伸べる、そんな剣に僕はなりたいんです。いいんじゃないですか、そういう青臭いのも。笑わないでくださいよ、テメノスさん。僕は本気ですから。君が出会った異端審問官の名はロイですね。ご存知なので。何やら不思議な縁を感じます。そういえば君と彼はどこか似ている。彼も正義感に燃えてバカみたいに正直な人でした。私の前任の異端審問官でしたが、教会内部の調査中に帰らぬ人となりました。はい、教会は何かを隠している、とてつもない何かを。それが彼の最後の言葉です。私は教会に不信を抱き真実を暴くと決めました。彼の意志を継いでね。この旅の最終目的は黒幕を見つけ倒すことではない、真実を白日のもとにさらすことです。長い時をかけてその真実を追ってきました。そしてあと少しです。僕にも分かってきました。聖堂機関は何かを隠しています。大きな進歩ですよ、クリック君。真犯人は何者なのか、もう一度事件を整理しましょう、テメノスさん。いや、今日はもう休みましょう。いろいろあって疲れました。それにこの怪我、さっきの襲撃で受けたものですね。これは無茶はしないことです、クリック君。君ももう危険に踏み込んでいるんですから。わかりましたよ、テメノスさん。きっと一人で考える時間が欲しいんですよね。君にしては鋭い。おやすみなさい、テメノスさん。おやすみ。
た建築士バドスは、教皇、薬師、学者を殺した犯人に間違いない。だが問題は、彼の裏に黒幕がいたことだ。そいつを見つけ出さない限り、事件は終わらない。くそ、何か手がかりは。静かなる黄昏に身を任せる。光は消えゆく。あの言葉、調べてみるか。静かなる黄昏に身を任せるな。光は消えゆく。夜の書の一節だ。本部の中にこんな隠し書庫があったことにも驚きだが、なぜバドスはこの書の内容を。わからない。でもこれが事件を解く鍵になるかもしれない。テメノスさんに知らせなきゃ。この事件の黒幕、夜の書のページを集めるため教皇たちを殺した人物。果たして何者だ。何か見落としているのかもしれない。もう一度聖堂機関周辺を調べてみるか。ノスさん、テメノスさん、人だかりができているな。何事だろうか。なんてことだ。聖堂機関のお方だろう。ああ、神よ。失礼、通してもらえませんか。クリック君。なぜ？手に何か握っている。書物の切れ端。これは道を開けろ。引け。偽物ではない。チェ！何をしている。貴殿もだ。早く行かれよ。
彼は私の友人です。私も捜査に協力を。貴殿がいて何の役に立つというのだ。自重なされよ。クリックか。君が掴んだ手がかり、無駄にはしません。そこに至るまでの道のりをたどらせてもらいます。真実は炎の中に。昨日の君の行動を私もたどらせてもらいます。さあ行きましょう。クリック君はまずこの図書館で調べ物をしたようだ。だがここに命を狙われるほどの何かがあったとは思えない。ここで手がかりを得た後、どこか別の場所へ向かった。この本だけ逆さに収められているな。天と地の創造か。特に気になることはないが。おや、本棚の奥に何か書いてある。地にとらわれるな、天を見よ。偶然にしてはできすぎているな。テントやらを調べてみよう。さて、天を目指してきたわけだが、これは何かの仕掛けか。どこかの錠が開いた音がしたな。隠し扉。この仕掛けに気づくとは、すっかり一人前になっていたのですね。クリック君、見てきますよ。君がたどり着いた真実を。
ここは、これは禁書の数々。これだけの事実を歴史から消し去り、青銅機関は何をしようとしている？ここまで嗅ぎつけたか、教皇の犬め。クリックは知りすぎた。愚かにも貴様に加担し、知恵をつけたことで夜の書までたどり着いてしまった。故に消されたのだ。あのお方直々の手でな。誰だ？なぜ僕らの邪魔をする？姿を見せろ、卑怯者め！あなたはカルディナ機関長？なぜ？クリックよ、貴様は有能な部下だ。だが少々有能すぎた。神に背いた罰を受けろ。黒幕はカルディナか？貴様も生かしてはおけない。助手と同じように。クリックはなかなか手もわかったぞ。カルディナ様が手を下すほどだったのだからな。だが愚かだ。正義感に駆られ神に背くなど神罰だよこれは。カルディナはどこだ？らしくないな。目が血走ってるぞ。悔しいか。可愛い女子を殺されたのが。カルディナ様は使命のためここを立った。貴様がそれ以上知ることはない。もういい、口を閉じろ。神の使いとやら。カルディナ様から仰せつかっているぞ。犬をしつけておけとな。口を閉じろ、カラス。行くぞ。捕まってもらう。さてと、海をあがないなさい。デボン、フクロウ、私の番ね。解体させてもらうわ。行くよ。遅いの。こちらの番だな。これでどうだ。
いいでしょう。羊さん、さて、突撃弾。お前の主はあの書を使い夜とやらを呼ぼうとしている。そうだな。答えは地獄へ落ちろだ。地獄へ落ちる前に罪をあがなえ。クリック・ウェルズリー、神の使徒の魂は永久に不滅。その剣を収め安らかに眠らんこと。貴様、青銅騎士か。新人だがな、成果を貶めるボートめ、悔い改めろ。さ、着きましたよ、子羊くん。恥ずかしい呼び方はやめてください。僕の名前はクリックです。覚えてくださいよ。テメノさん、後ろに下がってください。僕がお守りします。心強いですが、守られてばかりもいられません。あなたは神さえ信じない方です。きっと世の中すべてを疑ってかかるんでしょうね。ずるいですよ、クリック君。
私に菓子を作ったまま去るなんて。でも借りは返しますよ、必ず。落日の遺跡にあった式の虫はカルディナに違いない。だとすれば彼女の行き先は七種の里だ。カルディナは夜の力なるものを解き放とうとしている。儀式を止めなければ。クリック君、見ていてください。君の分まで私が教会の暗部を暴き、カルディナを止めてみせます。Thank you.